き踏み切り前向き。こんばんは。始まりましたよ、ポジティブ J でございます。小泉リアです。よろしくお願いします。始まりました、向き不向きよりも前向き。この番組はですね、前向きな人はより前向きに、そうでない人はそれなりに前向きに、私ポジティブ J と小泉リアが人生指南役を務める番組でございます。よろしくお付き合いください。イエーイ。じゃあいつもの通りスタジオの案内をよろしくお願いいたします。はい、はい、鳥越あずうり FM をご覧の皆様、はい、当局はコロナ禍での開局をいたしましたため、スタジオ内には窓があります。放送中に緊急車両の通行や台東区のアナウンスの音声が入り、お聞き苦しい点もございますが、日本一尖った放送局としての生放送を一緒にご体感ください、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、じゃあお便りの方はこちらでご案内お願いします。はい、こちらです。はい、鳥越あずうり FM の X まで、はい、X のアカウントはあずぱん FM です。ハッシュタグ向き不向きより前向きをつけていただきますと、私たちが放送中にご紹介しやすくなります。はい、そしてファックスの方は0358294815まで、ぜひぜひどしどしお待ちしております。はい、よろしくお願いいたします。なんか今日いいことありましたか？なんで？なんかテンション高くないですか？いや、なんかいっぱい噛んじゃったから噛んであれでしょう、なんとなく笑ってごまかすみたいな、そういうのよくありますよ。噛んじゃって、うん、あやってなったらなんかヒーってなるじゃないですか。あ、なるなる。でも私が楽しければみんな楽しいかなって、ね、あ、いいですね。そうそう、うん、なんか今日ちょっといつもと違う、はい、小泉リアがなんかこういうなんかポーズを取りましたよ、はい、うん、人生しないやつそうそうそう、なかなかちょっと毎回なんかこう加えてきますね。あ、そうですね、うん、いいですね、楽しみでございます。え、驚かせたい。あ、驚かせたい、いいですね、うん、ちゃんと考えて望んでくれてるんですね、それなりにね。そうですね見て、うん、かわいいですよ。5月ですよ、ね、ゴールデンウィークの後半、5月5日のね、はい、でも最近鯉のぼり見なくないくない？東京にはないですね。ね、え、あの実家の方というか筑波の方だったら結構あれですか、鯉のぼりがこう、あるある、お家にこうなんかこうさ、なびいてるみたいなお家あったりします？ある。あ、本当。でもサイズ小さくなった。あ、鯉のぼりもね。なんか前は時計をみたいな、うん、あ、分かる分かる、鯉のぼりがいっぱいあったのに、うんうん、最近はちょっと小さめかもしれない。あ、本当、うん、あ、でもお家でそうやってちゃんと鯉のぼりをあげるあれがあるのはいいです ね、 そうですね、やっぱり季節季節でね、はい、いろんなものがあるからね、やっぱり季節を楽しむっていうのはすごくいいことですよね、はい、うーん、そうかそうか。あれですね、昨日もなんかライブだったらしく、はい、お疲れ様でした。あ、どうもありがとうございます。なんか最近本当に歌手っぽくなってきましたね。あ、歌手でしたがね。すごいね、でもね、はい、あの。本当にありがたいです。ね、しかも昨日は、うん、あの浅草でライブだったんですけど、はい、客席がほとんど外人で、うん、日本語わかる人って言ったら3分の1ぐらいしか手が上がらなくて。へー、でもやっぱりあれなのかな、見に来てくれてるってなんかそれなりに面白そうとかそういうの思ってくださったのかな。なんかゴールデンウィークだからですかね。まあでもインバウンドが多いのは確かに多いから、うん、はい、でも行くとこいろいろある中でさ、うん、その日本人の方からやってるバンドを見に来るっていうのも、うん、なかなかおつな感じじゃない、うん、はい、なんか私テキサスツアーとか台湾でライブとかやってたじゃないですか。やってたやってた、はい、海外ではあの現地のライブハウスに知らない人が出てても結構行くんですよ、うん、あ、そうなの、はい、台湾の時とかはお客さんこっちからあんまり来なかったですけど、うん、現地の人たちが全く知らない私たちを結構見に来てくれていて、へー、でテキサスの時も、うん、あの周辺の人たちがいっぱい来て、うん、でなんかライブハウスとしてはバンドを呼ぶとお客さんが来るから来てくれてありがとうで謝礼が払われるんですよ。で日本とは文化が結構違って、はい、でもファン増えたんじゃないの、う
いえ、そうですね、 CD 結構、はい、え、ほんと買っていてくれました。すごいな、はい、嬉しい。ほら拍手来てるね、スタッフさんから。ほんと、でも楽しいね。はい、なあ、はい、いいなあ、すごく。海外でやってたから、うん、日本語通じなくても OK ってなれたのが。あ、ほんと、はい、リアンさんその辺全然こう、うん、あれやね、 おどおどしないのがいいね。そうですね、はい、ビビれへんやんな。ビビらない。むしろあれ、うん、バンドのメンバーさんの方が結構あれなんじゃないの、どうしようみたいな風に思ってたりしてるんじゃないの、そんなことない？思ってるかなと思ったから、うん、楽屋の時点で言いました。本当、うん、言葉が分かんないんだから、でも楽しませることはできる、うちらも洋楽聴いて楽しい、じゃあいけるよみたいな。あ、なるほど、そうかそうか。はい、素晴らしい。でもちょっと横文字入ってんじゃん、リアちゃんのお歌の歌詞にもさ。うん、でも多分ね、うん、分かってないと思う。あ、本当、うん、雰囲気ですからね、音楽はね。曲はもう決めてたの？あ、外人さんが多いからちょっとノルニー曲にしようとか、はい、そういうこともあんま考えない？全くなく、うん、はい、どんな人と対バンする時も私たちはこれですっていうのを見せに行くだけなので。あ、なるほど、はい、もう誰が相手でも変えません。あ、素晴らしいね、うん。でまたね、最後また告知もあるからね、次回もあるということでね、うん、はい、本当声だけは気をつけてね、ありがとうございます、やってほしいなと思いますけども。でも今日ね、ちょっとお写真をいただいたのは、うん、リアさんの、うん、この前の4月26日、はい、バースデーライブやりました、うん、素敵なですね。お客さんが撮ってくれた写真。あ、本当、うん、いいです ね、なんか結構あれですか、うん、衣装何回かこう着替えて出たの？うん、これは、うん、このダイズニートのアルバムを発売した時のリリースパーティーを。あ、なるほど。あの時はギター2本とベースとドラムとボーカルだったんですけど、はい、今回は編成変えてギター、ベース、ピアノとドラムにして同じやつをやってみるっていうチャレンジをしたんですよ。おー、すごい。これは楽屋で？あ、これはね、終わった後、うん、みんなで誕生日会してくれたの。そうか、うん、本当にじゃあリアさんのためのライブというか、はい、そんな感じの。そうです。うわー、すごいな。小泉ではバースデーパーティーっていう名前だったから。いや、すごいね、名前もそれで言って、うん、へー、いいですね、はい。え、前いつも やってた、そういう誕生日会、うん、パーティーい、はい、コロナの前はやってたんですけど。あ、なるほど、はい、コロナでちょっとやっぱり遠慮して。遠慮というか、誕生日会なのに人来なかったら悲しい、うん。あ、まあまあ、そりゃそうだ、そりゃそうだ。なんか怖くて開けなかった。あ、なるほど。で、コロナも明けたし、ね、うん、明けたのか分かんないけど、うん、まあ、まあ一応ね、やってもいいことになったからね。って思って、はい、あ、でもいいじゃないか、楽しさがこう伝わってきますね。はい、よかったです。ねえ、うん、素晴らしい。あ、お便りがちょっと来てるから、はい、一旦ここで読んでもらいましょうか。はい。カメちゃんさんからです。あ、カメちゃん、いつもありがとうございます。異次元シンデレラ公演お疲れ様でした。あ、はい、星組感激させていただき涙腺崩壊しました。さて、本日ゲストの沢柳さんに質問があります、はい、ということなので沢柳さんが来てからこの続きを見ましょう。そうですね、わかりました、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。でもお便りいつもありがとうございます、はい、あ、さあ、ということでね、ゴールデンウィークの前半はどうだった、うん、なんか動きありました？どこからゴールデンウィークだったか全然わかんないぐらい、はい、この前の普通に過ごしてました。でもまあライブがあって、うん、はい、特にどっかお出かけとかそういうのは今のとこはなかったですか？ない、結構バタバタしてました。あ、本当、はい、まあ、リアちゃん本当にラジオいろんなとこでやったりや、ね、ライブ出たりしてるから、うん、普段の平日とそんなに変わらない、ね、うん、時間の過ごし方してるかもしれないね。そうですね、うん、ライブ以外もなんかいっぱいお仕事するのが好きだから。あ、なるほどね、はい、あんまり、そうかそうか、はい、明日からちなみにまた後半始まるよ、うん、明日からまた暑くなるみたいですよ、うん、全然知らなかった。本当、え、マジで、うん、はい、明日もじゃあ普通普段通りの日常をしっかりとこなすっていう、そんな感じ、うん、企業から返事が来ないぐらい。あ、本当。そういうことか、はい、まあそれはそれで元気でいいかもしれない ね、うん、え、どうしてました？いや、同じですよ、うん、結局ほら舞台出てたから、うんうん、舞台の時になかなかできなかったことがあるじゃないですか、時間そっちにどうしても取られるって言い方あるけど、うん、それもなんかいろいろ今その分をできなかったことを今一生懸命やってる感じかな、うんうん、だからリアさんとまあ変わらないというか同じかな、うん、特に後半も、うんうん、まあ犬の散歩行って、うん、帰ってきてちょっと机の周りとか、うん、あとはこういう SNS を最近ちょっと勉強したり、あ、はい、始めたんだ、いろいろ、いや、うん、勉強したりですよ、どういう文章載せたらいいのかなとか、いろいろそういうのをね、うん、やったりとか、そんな感じです。大事ですもんね。大事だと、もうリアさんにそれはもう、うんうん、つくづく知らされたというか、うんうん、
ね、ちゃんとしないとっていう風に思って、よかった、うん、なかなかまだ効果は出てませんけどね、うん、意識はいろいろあるそんな感じでございます。いやでもそれ絶対伝わりますよ。あ本当、はい、うん、なんかちょっと変わってきた感が自分でも、うん、この番組もなんか視聴者の方がちょっと増えてきたりとか、うん、いろいろあったりなんですよ。だから面白いなと思って、うん、何がどう変わったか分からんけど、こう思えば伝わるというか、うんうんそんな感じでね、丁寧にやっぱりこうやっ続けるのが大事かなっていうふうに思います、うん、はい、ありがとうございます、はい、はい、あ、そうだリアさんの動画ちょっとこの前のね、はい、曲の前にこれいこうか、そのさこの前の対バン、うん、対バン、バースデーライブ、あ、うん、バースデーライブ、私たちソイストーリーは、うん、物語の世界に連れてくバンドなので、はい、あの劇団ソイストーリー挨拶っていうのをいつもやってて、あ、なるほどそう、あの劇団みたいにそういうことか。でもライブハウスなのでお客さんも一緒に手つないでやってます。投げキスとかやって食べ精神旺盛ですね主役だから。そうですねあでもいい感じが伝わってきますね。よかった。えらいまたセクシーなお召し物でね喜んでもらってよかったと思いますよ、はい、じゃあここで1曲いきましょうか、はい、それではバースデーライブのお写真とともにご覧ください、はい、お聞きください、はい、ソイストーリーでヒロインタイム。おめでとう。素敵なゲストさんをお招きいたしました。リアさん、はい、ご紹介をお願いいたします。本日のゲストは俳優の沢柳健さんです。おめでとう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。健さん、お邪魔します。おめでとう。おめでとう。おめでとうは何間違えた。今の言葉キャンセルでお願いします。前ごめんね、前回たけしさんで紹介してしまって、うん、そうみたいですね。ごめんね、あんなに1ヶ月も舞台でJさんとご一緒したのにこの後に及んで名前を間違えられると思いませんでした。申し訳ない。でもで、ね、あれだよ、ケンさんから、はい、ね、はい、今リアさんに。そうですね、なんか、うん、今回リアさんは初対面なんですけど、はい、ちょっとお誕生日ということをお聞きしまして、うん、本当に僕の好きなものの押し付けで申し訳ないのですが、僕の大好きなパンの盛り合わせをお誕生日として、マジでお渡ししました。
こちらどうぞ。イエーイ、おめでとうございます。ビニール袋で全然はい、僕が好きな、めっちゃ多いこれ僕が好きな、僕塩パンが大好きなんですけど、塩パンが2種類と、うん、なんかすごい甘い食パンを丸々1斤、ご迷惑じゃなければと思って持ってきました。家族で食べます。本当ですか、よかったです。じゃじゃーん、美味しいですよ、甘くて。わー、ありがとうございますちょっと夢でめっちゃパン好きなんよ。そうなんですよ、逆に言うときはパンばっかり食べてるねパンばっか食べてなんでそんな細いの。そうなんパンしか食べないんです、本当に。しっかりご飯を食べることが少ない。栄養失調。でも舞台中はなんかみんなにこけてるね、こけてるねって言われ続けてるんですよね。でもそのイメージだったので、そのイメージだったんですか。あの見に行った時に、だから今日健康そうでやめてください、舞台で不健康になったみたいな言い方はなんかいやでも本当にね、結構運動量多そうだったから。そうですね、消費カロリーね、いや、ジェイさんも痩せてたもんね。俺も痩せた、ちょっと痩せましたね。ジェイさんと楽屋がずっとご一緒で、うん、あのそう、本当ジェイさんの横でずっと僕がパンばっか食べてるから、でしかもその女性が多い楽屋、ね、はいはい、舞台だったから、うん、もうみんな男性、僕と彼だけだったんですよ。星組って、はい、確かね、そうですね、星組ってで、うん、全体だとあと2人で合計4人だったので、そんなもんだから結局でも、うん、女性とかね、や、うん、女の若い、うん、女性役者さんが結構食べ食べ言うて、うん、みんな心配して痩せてるから、もう食べないと、で歌って踊りもあるし、セリフもあるから、しかも月も出てましたもんね。そうですね、月星どっちもやってたので10公演全部出てるんですよ、ね、すごくないですか、うん、いやいやいや、早速ちょっとコメントいただいてるんで読んでもいいですか。そうかそうか、なんかありがとうございます、はい、あなた人気者だね、カメちゃんさんからなんですけど、うん、ありがとうございます、はい、一元シンデレラお疲れ様、ありがとうございます、さっきのね、星組感、はい、反撃させていただきました。ありがとうございます。累戦崩壊しました。さて、はい、本日ゲストの沢柳さんに質問があります。はい。Jさんの第一印象と現在と違うところを教えてください。はい。で、2番、阿部美穂の第一印象と現在と違うところを教えてください。はい、あ、なるほど。わあ、難しい質問ですね。私のまず第一印象、会った時のあれですかね。会った時の人は、はい、人会った時の印象は、この人めっちゃ声でかいなでしたね。すっごい声でかいなと思って。確かにね。最初本当にちょっと遅れて稽古にこう合流されてたんですけど、はいはい、そうです。で、その時僕が実はジェイさんがやってる役の代役をしばらくやらせていただいてて、はい、で、その後ジェイさんがやるってなった時の自分との声量の差がすごすぎて、なんかみんなの声がちっちゃく感じるぐらいまで声がでかかったのはすごい覚えてます。第一印象。確かに。声が大きいって、ね。声がすごい通る。大きいというか通るというか。なんか、そう、だから学園でも、ジェイさんなんで声通るんですかとかって言ってくださったんですよ。だからまあ、多分通ってないことはないと思うんで、ケンさんも。多分ずっと言い続けてたら、声って張ってこう、確かに。鍛えられるもんじゃないかな。ジェイさんは、ゲストで前、学生時代のお友達来たんですけど、はい、中学生の頃からでかかったって言ってたので、うん十年ものなので、多分そう簡単に真似できるあれではないかもしれない。歴の差ですね。そうね、そう、年季はやっぱり、まあ、年は食ってるからね、それはあなたの、うん、倍以上なんで、そういう意味ではそうかもしれない。あとは、うん、見つけてみたいなのアドバイスもらいました。ありがとうございます。あとはあれは、現在と違うところ。現在の違うところは、いい意味で何もないかもしれないです。ずっと声大きいもそうですけど、なんか本当に元気で明るくてっていう印象がずっと続いてますね。変わりなく、結構人ってなんか最初とこう長く知り合っていくと変わったりするイメージあるんですけど、それが全くないかもしれないです。今まであんまり表と裏がない。ほら、そうですね、ない表に出た時のほら、楽屋に戻ったら急に態度が変わるとか、はい、そういう方もたまにはいらっしゃるじゃないですか、はい、ずっとどこでもいい意味で一緒っていう感じがしますね。あ、それは嬉しいですね。意識してることもある。逆に自分がそういう人を見てきてそうなっちゃいけないなっていうふうに思うから、なるべくというか、うん、それは表も裏もいい意味でね。確かにずっと表な感じがしました、うんうん、っていうようなことを意識してやっぱり接したかもしれないですね。でも逆にケンさんもそうだよ、はい、あ、そうなんですか、うん、あんまりなんか、いや、こいつなんか急に態度変わったとかそんなんないわ。そうなんだ。よかった、うん、でもちょっと僕も意識はしてないんですけど、自分でそれは感じてます。なんかすごい大人の付き合いをしてらっしゃる、あの、いい意味でこう距離を置いて、なんか不快な不快感を与えない、触らぬ神にたたり、かーな、その沢柳で、ね、うん、でも本当にあの誰に対してもちゃんとこう平等に接してはったと思う、うん、
でもそれは確かに、ね、苦手な人はいると思うのよ、人間だから。でもそれをいい意味であんまり出さずに、はい、あの大人の付き合いができる若者だなっていうふうに嬉しいかもしれない、感心してましたね。出していいことってないですもんね。確かにそうそう、マイナスを出していいことはあんまり、ね、プラスはありますけど、うん、そんな感じですよ。あと、じゃあ阿部美穂さんの第一印象で。阿部美穂さんは、うん、でも本当最初はすっごいしっかりしてる人だなって僕は思ってたんですよ、はい、一番最初会った時は、うん、でもだんだんなんかちょっと抜けてるところじゃないですけど、うん、が見えてきて、ちょっとずつこう親しみを持てるようになっていきましたね。最初はなんかすごいきっちりしてて、あんま今はもうそんなこと思ってもないんですけど、うん、冗談も言ったらなんかふっとかってスッてされそうなぐらい最初はしっかりしてたんですけど、今はなんかもう逆にこっちがついていくのが大変なぐらいこうあの感じじゃないですか。そうですね。それに振り回されつつではあったんですけど、面倒見はすごいいいなっていうのは思いましたね。そうですね、先輩っていう感じなので、この世界でも年齢でも。そうですね、楽屋ではいろいろと聞き回してなんかね、そうですね、やってましたよ、はい、うん、よくね、あの僕らの部屋にも来てくれてましたよね。そうですよね、本当に、うん、こっちの楽屋が人数少なかったりとかして、わりかし余裕がある時が多かったので、うん、そうそう、モニターみんなで見に来たりとかよくありましたね。そうですね、うん、だから割と来やすかったんじゃないのかな。確かに、Jさんもいたしね。Jさんいると明るくなるんですよね、本当に。いやいや、楽屋がとんでもない、本当にとんでもないで、でもまあ言ってもそういうこと言ってもらって、でもね、あの前話が相前後しちゃうけど、はい、嬉しかったのは、うん、ケンさんに褒められたんですよ。何？演技業。本当？本当？いやいや本当？いや本当本当。俺も本当に恥ずかしい。一番自分がダメ男と思ってたから、当然セリフも覚えなきゃいけなかったし、うん、こんなね80ページもある台本も本当に完璧に覚えてらっしゃったから、もう恥ずかしい話だったんだけど、2日目か3日目の時の最初の第一声にちょっとためがあったらしくって、うん、それを言ってくれたんですよ。そうですね、裏で戻ってきたら、ジェイさんちょっと今日は、うん、あ、偉そうに上から言っちゃったんですけど、いやいや、本当に、うん、もうそれ今でも覚えてるから、嬉しい。よくお付き合い、逆に本当に感じたんですよ。なんかあんまり僕はお世辞言えないタイプなので、媚び、うん、はいはい、売れないタイプではあるので、うん、なんかパッてモニターで、うん、ジェイさんが出てる間僕楽屋待機だったんですけど、そうですね、モニターで見てて、いつもこう、まあ、準備しながらとかなんで、うん、聞き流しではないですけど、セリフ聞いたのが、うん、なんかあれいつもと違うっていうのをすごい感じて、それがちょうどそれ3日目とかですかね、うん、多分その辺だと思います。それぐらいの公演で、ちょうど多分カメちゃんが涙腺崩壊した日じゃないですか。あ、そうなんですか。カメちゃんは土曜日に来てくれてるから、うん、ちょうど3日目ですよ。あ、やっぱじゃあそうなんですね。伝わるものが、やっぱりそこで何かあったのかもしれないですね、お互いに。はい、もう一つ来てます、はい、ゲストの澤柳さんは今シーズンから第3水曜即興舞台ブルーローゼスのメンバーになられたそうですが、阿部美穂 GM からどんな誘いがあって引き受ける流れになったのか教えてください、はい、またリアちゃん J さん、即興舞台の先輩としてアドバイスあればお願いします。聞きたいです、それ。開幕戦見に行きます。あ、ありがとうございます。すごい、チケット買えたんだね。そう、速乾って聞いてたんですけど、すごいね、カメちゃん。すぐ 1,2 分でなくなっちゃうからね。そうなんですよ。じゃあそのカメちゃんさんの質問に、はいはい、阿部美穂さんからどんな誘いがあったのか、うん、あ、でも最初に、うん、まあ本当それこそ最初はなんかこう僕もこうなんていうんですか、距離を置いてたというか、うん、はい、感じだったんですけど、だんだんこうお話しするようになって、うん、はい、なんかすごいお芝居を褒めてくれたんです、ありがたいことに、うん、なんかいいねみたいになって、でだんだんこういうの私実はやってるんだよね、興味あるみたいな話はちょいちょいいただいてたんですけど、うん、その即興舞台を舞台、ね、実はこれぐらい長いことやっててみたいな、うん、僕も即興舞台自体やったことなかったので、うん、興味ありますみたいな感じで、でもこう話進まずみたいなところだったんですけど、うん、だんだん阿部さんが楽屋や稽古場でこう即興を仕掛けてくるようになって、うん、なんかこう無茶振りをしてくるのに、ああ、なるほど、そうです、うん、になんかこうふざけ半分で対応してたらなんかいいねみたいに言ってくれて、うん、ちょっと具体的なお話になったので、僕もちょっとじゃあやらせてくださいっていうので今回 GM からお誘いいただいて参加することになりました、うん、ねえ、素晴らしい、はい、でも一回見に行かせていただいたんですけど、うん、はい、もう心臓バックバックだったので、うん、本当にお二人からはアドバイスを聞きたいなと思って今日来ました、はい、そのために来たと言ってもいやいや過言ではありません。じゃあ、うん、何、リアさんこのタイミングで、はい、じゃあせっかくだからこの流れであれですか、Jさんあるんじゃないですか、やっぱ声じゃないですか困ったら大きい声出しとけばあ、そうね、声を張るのは大事かな。 で、しかもあの配信もあるから、うん、やっぱり言ってることがちゃんと向こうの人にも伝わることを意識して、うん、やっぱり
演じるというか、なるのは大事かもしれないですね。声がでもやっぱそうですね、伝わらなきゃ意味ないみたいな、意味ないというか、特にあの、第3水曜ってチーム戦で4チームあるんですけど、はい、ブルーローゼスって声でかいやつしか勝てないんですよ、はい、あ、なるほどね。そう、なんかみんな大きい声でタレント性が強いので、自分のやりたいことガンガン行くんですよ。それを一番大きな声の人が方向を決めるみたいな風に私には見えてるんで、なるほど、はい、そういう見え方をしてるわけね、うんうん、ブルーのチームに対してね、わーってなってる保育園に静かにしなさいっていうのが来たらはいみたいなのがいう風に見えるんですよ。でもなんかタレント性がすごい強いチームっていうのを聞いてたので、めっちゃ強いです、はい、なんか役者さんとかじゃなくていろんなこう、うん、業種っていうか、そうですね、ジャンルが全然バラバラな人が集まってるみたいなの聞いて、うんうん、結構ビビらされてます安倍さんに。受け身だったら絶対消えちゃいます。そうですよね、はい、だからちょっと僕の、まあ、なんかこう今回やるにあたって、うん、即興って結構、はい、苦手ではないですけど、うん、やったことなかったので、はい、芝居的にこう成長できるかなって思ってやってる部分もあるので、うん、まずはそこ埋もれないように頑張りたいなと思うんですけど、うんうん、ずっと緊張してます、でも大丈夫ですよね。あ、全然大丈夫、全然大丈夫、うん、全然本当に、あの、何も心配すること、それはうまくできるできないよね、当然みんな不安に思うのは当たり前だけど、ね、でも空気読めるタイプ、そうそう、一緒に1ヶ月近くやらせてもらって見てたら全然問題ないですし、嬉しい。スルーパスが得意そう、うん、あ、だからそっちタイプなんですよ。そう、どういうことですか、ちなみに、はい、リアちゃんもそんな感じ、みんなが道に迷いそうな時にちょっとなんかスルーパスを出して、誰かが回してくれるんで、はい、じゃあ決めるだけがあれじゃないっていうことですね。そうです、そうそう、はい、それ聞いてちょっと安心しました、うん、一緒にやっていくメンバーでなんとなくこう役割がこう見えてくると思うんですよ、うん、その7人8人の中で、だから自分のポジションが見えてくるとやりやすくなったり立ち回り的なことですね。そう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 、主役、脇役とかいろんな、やっぱりキャラがどうしても強い人は、うん、目立っちゃうんだけど、でもそうじゃない人がいるからこそ逆にそれが良くなったりするから、すごくそういう意味では、うん、いいと思います。でも自分まず出ないと自分の役割が見えてこないから、遠慮したらダメだと思うよ。いい意味で最初は2戦目ぐらいまでぶつかり合ってね、はい、でだんだん役割とか見てくると、うん、その GM がちゃんと、うんうん、あのほら1場面2場面3場面で出てくるメンバーをこう決めていくわけじゃん、はい、やっぱその相性もあるかもしれないから、うんうん、その相性を決めてもらうために最初は自分が思ったことをどん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 言って、うん、かき乱しても全然いいと思うよ。あと下ネタ飛び交いがちなので本当ですか、はい、要注意それは初耳だったんですけど、ブルーは結構そうですね。そうだよね、割とそうだね。どうなんだろう、メンバー変わって、うん、でも変わらないのかな。でも阿部美穂さんいるからやっぱ確かにあの人がいるとやっぱ、はい、セクシー路線に走りがちだと思うセクシーにも対応できるようになっていかないそうそう、でもそれはブルーに限りなんですかね。どうなんですかね。あ、でも割とブルーがブルーに限り、イエローは今回新しいチームだからちょっとわからないけども、うん、他の2チームは割とね、ちゃんとやりますよ、ね、ちゃんとやってたから、ブルーもちゃんとやってる、ブルーもやってる、でもブルーちょっとっそうそう、なんか途中からどうしても順位がね、ね、3位4位になってきて、なかなかね決勝に残れなくなると割と好き勝手やりだすようになってきてるから、うん、キャラが強くてね、好き嫌い分かれるんですよね、うん、なるほど、うん、でもそういうのなんか逆に面白そうですね、うん、そうそう、楽しい楽しい、だから本当にそのストーリー性とかそのことばっかりね、うん、もうどうも最低の基準になっちゃったりするから、うん、そこ意識するとちょっと物足りなさもあるけど、うん、逆にブルーの存在はそれを取っ払って、うん、もう好きなことやろうよみたいなところのなんかノリがね、うん、見てて微笑ましかったよね。だけど、うん、今年沢柳くん入れたのは、はい、優勝狙いに行くためって阿部美穂さん言ってました。なるほど、あれそうなんですか、嬉しいこと聞いた、はい、いやメンツ見てたらだってオレンジで、うん、一緒にやった人たち、ね、優勝たちも MVP 取った人も入ってるし、うん、あ、聞きましたそれは、うん、マジでガチで阿部美穂さんは考えてると思う、だから俺たち選ばれなかったんだと思う私声通んないからいても意味ないもん、ね、俺も全然もう空気自分だけ目立とうということしかなかったからきっとやっぱ協調性のなさがきっとダメだったんですよね、うん、でもチケット取れたら見に行きましょう。そうね、うん、ぜひ来てください。あのアンドっていうのがアンドの考えがあるのかな、否定しないっていうのがあるね、イエスアンドかな、だから、うん、何々だよねって言ったらそうじゃないっていうんじゃなくて、何々でこう乗っかってこう、うん、やっていくスタンスでまず相手の言葉を受け入れて、それを否定しない、はい、うん、あ、なるほど、でこう今度自分がそれを発するっていうことの繰り返しで、うん、インプロっていうのは成り立つっていうのは、確かに否定しないっていうのは、うん、ノーは言わないっていうのは、そう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 、いけましたね、そこで終わっちゃうからね、うん、
会話が。もともとそういう人じゃないですか、なんか、うんうん、性格的に向いてそう。本当ですか、うん、今だから調子乗っちゃいそうなんですか。いやいや、でも調子乗るぐらいでちょうどいいと思うよ。開幕戦なんて調子乗ったもん勝ちですよね。そうそう、別にそこでなんかまとめてどうのこうのっていうのは多分まだないない。だって別に事前に集まって稽古しようとかもない、うん、ないですね、うん、だからもうそんな感じだから、ね、うんうん、そのスタンスで行った方が化学反応が起きて面白いかもしれないよ。ちょっとお楽しみにしていてください、はい、だから今までの舞台とは全然違う ね、 ね、そういう感じかもしれないね。カメちゃん、開幕戦の感想なども送ってくださいね。お願いします。他はあれですかね、ヤホリッカーさんから。はい、いつもありがとうございます。お誕生日会楽しかったね。昨日も多国籍交流盛り上がったね。5月もよろしくお願いします。あ、すごいね、ありがとう。全部見に来てくれてますね、うん、相変わらず良、はい、かったですね。多国籍交流ですね。そうですね、素敵です。じゃあせっかくさ用意してもらったからプロフィールを、はい、うん、あ、はい、ありがとうございます。これ本名なの？本名、今のはセーフ。うん、え、まだ25歳なの？25歳です。今25歳の、うん、今年26歳になりますね。ちょっとアップにして写真のところから。そうですね、はい、全然連絡先とか気にしなかった。ポンと。すごいな。できますかね。できる。あ、ちょっと、あ、はい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 、はい、すいません、こんなものを送って、うん、そうか。いやいやいや、メールお待ちしてくれ。私もなんかジェンさんに初めて出た時に、はい、プロフィール送ってって言われて、はい、こっちで使うもんだと思って、はい、営業用のやつ送ったらがっつり載ってたんで。スケジュール現状 NG にてございます。これワークショップに出したやつをそのままお出ししてるので、はい、いつでも駆けつけてくれる。いつでも駆けつけます。もうだから今もう、でも本当にやっぱりあれですね、俳優さんというか、どっちかというと、そうですね、いろんなところで活躍してらっしゃるというか、すごいですね。人望町花月も出てるんだ。人望町花月を出させていただきました。すごいな、ね、5年、4年5年ぐらい前ですかね、コントをやらせていただいたんですけど、お笑いもちょっとじゃあかじってたんだ。いや本当にこの舞台だけです。この人望町花月の芸人さんと、うん、あと僕が入った当時入ってた事務所のこう、うん、なんていうんですかね、劇団があって、はい、そこがコラボ公演みたいな感じでやったので、3日間ですかね、で5公演やったっていう感じです。本当にコントを初めてここでやりました。一番最初に出たのっていうのは、はい、じゃあ何年、19ぐらいからですか。そうですね、このちょうど今出てる2018年の上の白虎っていうのが、はい、これが初舞台ですね。19歳、18歳、19歳ぐらいだったと思います。ダンス部員？そうです。この時はまだこう役っていう感じじゃなくて、うん、こう学校の文化祭の話だったんですけど、そう、演劇部がメインで、はい、こう敵対するダンス部がいてみたいな、うん、こう学校ものっていうところのダンス部員役でしたね、この時は。懐かしいです。もうそれからちょうど6年前とかになるんですけど、ね、でもまさに年齢とやってる役がぴったりこう、はい、ね、そうですね、当時はというかね、いい感じの役の設定だったような感じ。この時はこの全国に行くダンス部の部員役だったんですけど、ダンスほとんどやったことなくて、うん、そうなるとやっぱ役的にダンスできる役なわけじゃないですか、うん、それは大変でしたね。もうゴリゴリのロック系なんていうんですか、こういうテーマアスみたいなダンスとか、ロッキンだ、ロッキンみたいなのをやって、それはちょっと大変でした。初ダンスだったので。でもそこを皮切りに、あの金曜ドラマとかも出てらっしゃるよ。いやでもこれも乗客役っていう感じなんですけど、ほぼこの年ぐらいから映像をやりたいなっていうので、うん、映像をこうちょっとちょこちょこ出させてもらうようになったっていう感じですね。これが去年の、うん、撮影とかが去年の初めぐらいなので1年半ぐらい前になるんですけど、こんな感じでいろいろこうやって見ると結構前のことが多いなって思いますね、うん、でも多くとか、はい、え、ほんまや、最近ですよね。去年です、これが去年ですね、はい、多くに出させてもらいました、うん、はい、すごかった。時代劇のセットと、うん、本当にこういう、ま、曲げっていうの、はいはいはい、ああいうのとこう、うん、着物というか、重いですか？重いというか、なんか、うん、ここの肩幅がすごい広い、こう羽織みたいなのを着るんですよ、はい、あ、で、それでこう楽屋とか歩かなきゃいけない、はい、すれ違う時はみんなこっちで縦向いてすれ違うみたいなのとか、かっこいい。楽しかったですね。へえ、すごいな。でもちょっと あの、はい、セリフとかもあったんですか？これそうですね、セリフ、ドラマの方、金曜ドラマの方はなかったんですけど、あ、乗客の方はね、多くの方はちょこっとだけセリフもらえてっていう感じでしたね。うわ、すごいな。全然です。でも初経験、初体験だったので、うん、時代劇っていうのはいろいろ勉強になりました。だって2回出てるわけでしょ、14話15話で、ね、そうですね、こうつながりというか、この徳川家斉さんっていう人の小姓
ていうのがなんか付き人というか、うん、そういう役だったので、はい、ずっと後ろでこう刀持ったりとか、うん、あ本当じゃあ映ってる場面もめちゃめちゃ多かった。あそうですね、そうですね、あ意外とありまして、へえ、はい、いいですね。こんな感じです経歴は、うん、でもいやあれですか、はい、もういただいたお声掛けしたやつは基本まあ全部こうお受けするというか、そうですね、断るということはない感じで基本的にはなくやりたいんですけど、うん、それこそ全部服脱ぐって言われてもちょっと考えますっていうぐらいではスタンス的には物によってって言われますけど、っていうスタンスではやっていきたいなっていうふうには思ってますね。でも本当に今回一緒にやらせてもらって、はい、やっぱりそのどうやってセリフをね、うん、あんな一気にこう、うん、頭に叩き込めるのかなっていうのは、はい、もうあと1週間ぐらいで覚えたって言ってませんでしたっけ。そうですね、1週間ぐらいで覚えましたね。なんか覚え方の中で自分の中でちょっとコツみたいなあったりするんですか。でも今回はたまたまなんかすごい覚えやすいセリフだったというか、うん、っていうのはあったんですけど、普段やるときは結構僕は録音して聞いてることが多いかもしれない。一回入れちゃって聞いて、そういうことか。であと音読して、でどうしてもの時は書いたりしてますね。でも何回も稽古行くと人のセリフまで覚えますよね。そうなんですよ、最初ずっと聞いてるともうどんどん出てくるようになるんですけど、やっぱり最初どのタイミングで言うんだっけみたいなのとかが僕は掴むために録音して、うんうん、自分のとこだけこう歯抜けというかの録音をして行ったりとかはしてましたね最初は。あそうか、録音っていうのは全台本の他の方のセリフをだっと読んで、で自分のとこだけそこをちょっと空白にして、はい、でまたその次のそれ他の方のセリフを音読して、でその間を自分のセリフで埋めていくっていう、そういうことか。パターンと、あとはもう自分のも入れたパターンとっていうのでこう移動中とかに聞いてっていうやり方はたまにしますね。ああいい勉強になったな。すごいですね。全然僕もいろんな人から聞いてそういうやり方を。でもやっぱり早いですか、その入り方というイメージはやっぱりすごく。うん、僕がですか。僕自分がやっててそういうやり方でなんか割とスピードっていうか、あ割と早めに覚えられたなみたいな、そんな感じの印象ありますか自分の。今回に限り、今回の舞台に限りはすごいありました。すごい早あ意外と覚えてるみたいなのが多くて、普段は遅い方なんですけど。あそうなんだ。全然入らなくて苦労するんですが。そうか。であれに今度歌と踊りもあったわけでしょ、はい、一番苦労したのは今回のじゃあセリフと歌と、はい、踊りだとどれが一番あれですか、自分の中でちょっと手こずったかなっていうのは。手こずったは、うん、ダンスですかね、やっぱり。ああそう、歌ダンスが特にだったんですけど、うん、結構まあなんていうんですか、先生というかの優しさの違いっていうと、うん、ダンスの方がこう細かく言ってくれたので、うん、その方向っていうと、まあ、ここ直さないとここ直さないとっていうのは本番までずっと考えてたので、ダンスが一番強敵でしたね個人的には。もちろん歌もだったんですけど、うん、今までストレートプレイがすごい多かったので比較的、うん、なので歌ダンスにあまり触れずっていう感じだったので、うん、いい経験にはなりました本当に。まあね、あれタイトルがミュージカルだもん ね、今回だから当然音楽と踊りがね、うん、つきものだったんで、はい、何曲歌ったり、結構曲数も多かったですよね、歌った曲も。そうですね、4曲ですかね、はい。それこそ J さんも最後のエンディングテーマは一緒に歌ってましたもんね。あまあ最後はね、最後でも踊ってた。残りなんか J さん2公演ぐらいからなんか僕の真後ろに J さんがいるんですけど、はい、なんかわからないんですけど最後みんなでラスサビの前に盛り上がる前に、はい、こうシンデレラがクイナ残さないわーっていうところのわーから入るようになって、はい、なんかそれなんか言ってた、阿部美穂さんも言ってました。なんか勝手にとか言っちゃいけない、そこはシンデレラの空パンツの時、ね、最初の3公演ぐらいは聞こえなかったんですけど、残り2ぐらいですかね、僕の後ろからそうです、ね、わーが聞こえるようになってそうですねっていうのはありました。うん、なんか楽しくなってきて、あの声はっきりやっぱりね、はい、あれしないとっていう風にもあれですけど、うん、コメントいただきました。ああみさまからです。みさま、はい、ありがとうございます。けんくん所属していた劇団のイベントでもダンスを披露していまして、はい、少しずつダンスが上手くなっているのが見てて嬉しく、Jさんもご存知だと思うのですが、シンデレラと3人の御曹司ではとってもいいダンスしてました。ありがとうございます。嬉しい。すごい成長が、僕の6年間の成長を見てくださってる神様さんというか、はい、すごいですね、ありがたいですね、そうやって
ずっと追いかけて見てくれるから余計その成長というか進化がね分かりますもんね。ありがたいです本当に。19の時の、うん、この劇団のイベントっていうのが19とかの時にあって、うん、コピーダンスみたいなのをずっとそのイベントごとでやってたので、うん、それがほぼ初挑戦からの今っていう感じなので、うん、嬉しいな成長がって言われて。えダンスを覚えた、はい、覚える覚え方もあれですか、だそのなんていうこう動画を見てこう一個一個こう止めながらこうやっていくってそんな感じだったんですか。僕はそんな感じです。合ってるのか分かんないんですけど、うん、もう見てダメできないダメっていうのを繰り返して何回もやってました。難しかった。ジェイさんはどうやって覚えたの。いや僕もだから止めこうこうやって、うんうん、こうやってっていうのはあの見ながら見ながらですよ。いや見ながら、うん、なるほど、はい、本番も沢柳くんのやつ見てるから絶対失敗しないでねみたいなプレッシャーをなんかかけられた覚えがあるそうだから結局前でやってくれてるから、うん、それと同じ振り付けのはずなんで、うん、まあ彼がちゃんとやってくれてたらそれで、うん、すごいプレッシャー。ちょっとだから出るのが遅れるとどうしてもは、うん、こいつ覚えてないやつがバレちゃうから、うん、なるべくそれを詰めてこうやるように意識してました、うん、覚えてください。あそうそう初日間違って間違ったって顔してました。そうですね、やっぱり素直に出るんですよね絶対間違えてるじゃん今だから。あそうですね間違えてたんですか僕の見えないところで。案外あったかもしれない。ちょっとこう動きが散漫だったと思ってなかなか僕らこうなんていうのか、まあ、皆さんあんまり気を使って、うん、出てませんとかいうこともあんまり言われなかったのね。だから甘えてるわけじゃないんだけど、うん、まあでも自分なりにあの動画をもらって、うん、あの、うん、それを見ながら家でちょっとやったりとかはやってました。うん、まあでもやっぱ合わせて踊る綺麗に見えるし ね、 そうですね、自分の感覚ちょっとずれるとやっぱりそこは目立っちゃうから、うん、うん、確かに。で前から2番目だから案外奥だったらね、うん、あれしも割と健君の後ろにいるからこうボーリングのピンみたいにこう斜めちゃってるからどうしても見えちゃうから被らないですからね。結構なんかバーって俯瞰で見てるんで、うん、あんま誰が違うとかわかんないし。あ、そうなんですか。本当、はい、顔だけで絶対間違えたってことが分かりましたじゃあ振りを見たんじゃなくて、はい、さんの顔を見て。あ、顔でね。あ、もうやっぱり俺はポーカーフェイスできんからね自分がすぐ顔に出るからね直さなあかんな。結構引きずってましたいや初日は本当にいろんな意味でもう頭の中がね、うん、本当に大変だったというか思ったから、ね、初めてのセリフ、うん、第一声のセリフだったしと思って、うん、そんな感じですね最初の、うん、じゃあちょっと一曲いきますか。はい、うん、行きましょう。それでは、はい、ゲストさんの、お写真、ちっちゃい頃の写真と、うん、今のお写真とともにお聞きください、はい、小泉リアでストーリー。叶ってはいないが
ケン君は泣いてなかったね。うん、でも声がいいですねって言ってましたね。ずっとそればっかり。2個前の放送では阿部美穂さんが泣いてたんですよ、この曲でね。アーカイブご覧ください。で、またあれでお便りをもらったので、はい、ご紹介しましょうか。カメちゃんさんから最後の質問です。はい。沢柳さんがこんな俳優になりたいなど目標にしている俳優さんがいたら教えてください。はい、また今後やってみたい役柄などあったら教えてください。はい。こんな俳優になりたい。でもなんか芯がある俳優とか男にはなりたいなっていうのは思ってますね。そうすごい、はい、俳優を飛び越えても人間としてっていうことをねおっしゃってますね。ぶれないところは。なんかでもいいなと思って俳優さんいたりする。俳優さんは誰さんでも僕はずっとあの、うん、佐藤健さんはずっとかっこいいなって思ったのと、仮面ライダーやってる時から、あ、なるほど、いろんな色があったっていうのと、あとあの前の事務所でご一緒だった塩野昭久さんっていう俳優さんがいらっしゃるんですけど、はい、その人はずっとなんかこうプライベートっていうかお仕事の時に話してる時からこの人はなんでこんなかっこいいんだろうって思ってちょっと憧れではありますね。ずっと今それこそ大河ドラマとか出られてるんですけど、そのお二人はちょっと目標にしているという俳優さんですね。あ、ちょっと一回僕も見とこう、はい、すっごい綺麗な、僕美しい男性が好きなのかもしれないです、なるほど、あのビジュアル的なところで言うと。あ、なるほど、そうですか、はい、はい、次今後やってみたい役柄ありますか。役柄すっごい悪い役とかやってみたいですね。悪役とかサイコパスとかそういうところをやってみたいなとはずっと思ってます。なるほど。なんかでも今の雰囲気から想像できないです。本当ですか。でもなんか何でもできそうですね。器用に。結構こう明るいとかそういう役が多かったので。うん、あ、うん、それは、うん、見た目の通りの感じだと思います。印象で言うと、ね。今回もそうでした。ちょっとそういうところをやってみたいなと思いますね。なるほどね。はい。今後のじゃああれですね、はい、スケジュールというか告知、はい、さっきのやつね、あ、これです、これそうですね、うん、はい、開幕戦が5月15日になるんですが、ね、素晴らしい、はい、今回森下仁丹プレゼンツ第3水曜即興舞台、もうこの季節になりましたね、はい、懐かしい、これに今シーズンから、うん、青のブルーローゼスの一員としてこう参加させていただくことになったので、うん、周りの人に埋もれないように、そう爪痕を残して、うん、いい意味で、はい、楽しみつつ、すごい濃いね、濃いわ、いろんな人がいるのでこう楽しみながらやっていきたいなと思います、はい、で今回開幕戦はちょっとチケット速完ということなんですが、はい、配信のチケットがまだあるみたいなので、はい、もしよろしければ、はい、投票制なので皆さん視聴して、ね、投票して、はい、そうです、そうです、そうするとランキングに反映されますから、ね、はい、ね、でトップ2チームがまた決勝大会で残ったりするからね、うん、なんとかね、トップ10とね、うん、はい、頑張ってほしいなと思います、ぜひよろしく、一緒に応援しましょう、ありがとうございます、お願いします、ね、あっという間に時間が来ちゃいましたね、本当ですね、うん、でも今日はね素敵なゲスト来てもらってよかったです、うん、ありがとうございます、俳優の沢渡健さんに来てもらいました沢柳健さんですありがとうございます、すいません最後までですか誰沢渡りって一体、うん、どこの誰だ、沢柳さんです、すいません、今の言葉キャンセルしてほしいな動画の時にアップの時にじゃあお時間になってまいりました、はい、来ました、じゃあ、ね、時間をしちゃってごめんなさい、エンディングの方向かいましょうか、はい、じゃあ私の方からの、はい、告知は麻布十番寄席に、今度の19日かな、出ますので、またよかったら見に来てやってください、まあ1000円でね、10組の芸人冷蔵庫マンさん今度一緒に出ますから、うん、よかったらまた見に来てくださいということでございます。じゃあリアさんの方は、はい、はい、26日のアーカイブと昨日のアーカイブがございます、そして、13日にまたライブが決まりましたので、お知らせが多いので X を常にチェックしていただけると嬉しいです、はい、以上です、ね、じゃあ、次回は5月の16日になりますが、はい、その時にもゲストさんをお招きしております、はい、じゃあゲストさんのご紹介をお願いいたします。次回のゲストはデイサービスおひさまさんさん代表、はい、浜田勲さんです。よ、浜田さん来てもらいますよ、もうこの T シャツも着てくれて、ビール片手に介護のお仕事をね、もう10年間やってらっしゃるということで、はい、楽しみにしててくださいということでございます。いかがだったでしょうか、ちょっと駆け足になりましたがね、はい、楽しい50分でございましたね、ゴールデンウィーク後半ね、暑くなるようでございますので、水分補給忘れず皆さんお過ごしください。今日もご視聴ありがとうございました。この後も前向きにバイバーイ、バイバーイ。この番組は J 企画、教育の株式会社タップ、 K2 コーポレーション、株式会社オレンジレント、株式会社日本人材戦略研究所、慶応葬儀社、リマックスアルファ
日本一接客コンサルタント大島和也さん、有限会社共振、三軒茶屋の不動産や株式会社タップ、村の田んぼ行く男村田育夫さん、株式会社ブリーズベル川下博文さん、小川農園、三木エステートサービス、株式会社ガイアフィールド、イニシアグラン札幌イースト、イニシアグラン札幌苗穂、合同会社粘土、喜び稼ぎカンパニーキャン、四谷調査士事務所、デイサービスお日様さんさん、インコース、ライパチ合同会社原田由香さん、株式会社アイマ、株式会社イリオス、他大勢の皆様の応援でお送りいたしました。